あ、カトチャンネルのともくんだ。佐藤さんのハウス演楽会、演楽会じゃない見学会に来ました。行ってみましょう。あれ、こっち開かないパターン。お邪魔しまーす。ちょっと YouTube らしくご挨拶からよろしくお願いします。今日はお願いいたします。本物の佐藤さんです。お花撮影させていただきます。はい、T シャツも撮ってあげてください。あ、 T シャツ、あ、じゃあ佐藤さんの T シャツ、ファンの方のからのプレゼントですか。はい、そうです、昨日いただきました。ヌーベルバーグかっこいい。お揃いで、お揃いで。はい。すごい。かっこいい。ペアルックです。ペアルックだ。ちょっと撮影してもらいさせていただきます。はい、どうぞ。手前にあるの何これ。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ、いくらでも。あ、すごい、でかい。でかくない？でかい。なんで？あ、僕大好きですよ。大好きではないけど。すごい綺麗。あ、僕大丈夫ですよ、ともくんも。もうバリバリ出して。違う、俺のうちさん、あの答えの。うん、ね、そこにいるのにね。もうせざるを得ないです。悪いことできない。してないけど。悪いことしてる。すごいね。いやー、ドラキュラ軍、ドラキュラに、あ、でもいろんなのが混ざってる、ここ。いえ、そんなことないです。おさわり禁止でしたよね。これはクレール・ドゥ・リュンヌかな。よかった、合ってた。これヌーベルみたいな感じだけど、これ何なの。ヌーベルっぽい色してるけどヌーベルじゃない。え、怒られちゃう、変なこと言ったら視聴者さんに。これ何ですか、ちなみに。このこれは、え、それは新しい、え、あ、新しいタイプの、はい、ですよね。いや、見たことないから何かなと思っちゃって。あ、よかった、合っててよかったね。変なこと言ったら。これ何ですか、これから。ヌーベルというのなんかちょっと真ん中っぽいですよね。すごいね。よかった。いや、何かなと思って。僕 YouTuber じゃないですよ。 YouTuber として自覚はしてない。演芸を撮影してる人一人で。そういう暴露もありですか。ありあり。さあ、車に乗ろうと思ったらスリッパだった。でも撮影されてた。何の話ってなっちゃう。ハウス何の話してるんですかっていう。そのぐらいの方がちょうどいいかな。すごい。ああ、フリフリすごい。ともくん初だもんね。なんか目立つ黄色い。黒黄色。
なんかお花が綺麗なのに自分が喋った方がいいのか良くないのか分からなくなってくる。喋ってください。喋りますか。なんかすごいのあります？この色すごいっていう。あ、前に並ぶ、あ、見やすいとこにいるんですね、ちゃんと。いや、みんなすごいですよ。みんなすごいですね、確かに。だってこの辺だってよくわかんないですもん。うわ、見たことない感じ。あ、全部違うし、すっごっ。すごいね、見たことない感じのがいっぱいある。フリフリ。わー、出てきた、なんか出てきた。え、これなんだ色が。色はっきり分かれてる。え、新作が混ざってるから。あ、すごいね、新作だって。見たことないもん。よかった。あ、なんか違う、咲き方がなんか違う。え、ドラキュラっぽいんだけど上に伸びてる感が。なんか違う、なんか違う、なんか違うでしょ。これなに？おすすめはどれですか？これ。おすすめいきます。あ、すごい。これミニドラ。うわ、すごい。あ、すごい、全部すごい。これもちっちゃいタイプ。うわ、後ろ振り返ったら全部すごい。あるんですか？あります。さすが。え、皆さんどういう風に見たいんだろう。ちょっと親株に返してもらえますか？親株に返しません。これぐらい巻いてるよな。うん、巻いてる。すごい。これぐらい巻いてもほんまにボールみたいになってる。これはすごいよ。もうやっちゃ顔出てるよ。え、もうだってライブ配信で出しまくってるからもうしょうがないよね。致し方ないですもん。もういいねんな。もうね、だって出さざるを得ない。だってグリーン情報さんとかも丸出しだし。丸出しだし、丸出しだし。触っちゃいけない。おしゃれ禁止です。巻き巻きすごい。ただベシって叩くやつ持ってくる。触りたくなっちゃうね。すごいね。何？もう全部すごいからわかんない。ママさんがよろしくお伝えくださいって言ってました。え、そうなんですよ。なんだこの景色は。ともくん喋って。こう。聴者さんがどのスピードでどのくらい見たいかですよね。体幹いるな、やっぱり。あの姿勢でずっと。体幹いります。ですよね。ゆっくり撮影、体幹いりますっていう。すごい。もうのんびり見てもらう系でいいね。なんか目立つよ、一個。色が違う。なんか去年よりわかんない。なんか変わったのが出てきてる。
そうだよね。そうなりますよ。そうなりますよじゃないよね。ヌーベルバーガー本当一つ一つ全然違うね。すごいね。大変なところに来てしまった。すごい、こんなの見たことない。本当だ。ちょっと待って。あ、本当だ。ね。あんまり知らない。ちなんてマッキッキのローブダンタネットだっけ。マッキッキ、マッキッキ、エッグタルトの中心みたいな。うわ、ほんと一つ一つ全然違うね。え、これも見たことないというか全然知らない感じよ、これ。おー、知ってる。どうだろうね、光ってるんだよね、なんかそういう縁がね。何なんだろう、絞りが入っている。なんだこれ、なんだこの柄は、すげえ。これも見たことない系だわ。すごい柄が。おお。何それ、見たことないよね。ない。めちゃくちゃすごいカラーなんだけど。奥に言ってたのこれだ、うん、すっごい柄してない、すっごい柄してる。スローペースの面白いにやっちゃうの。そうですよ。綺麗が止まらない。すごいんだけど、やっぱりもうちょっと見た。見やすいですか、視聴者さん。視聴者さんおよび佐藤さんファンの方およびやっちゃんファンの方々、模索してます。僕は映しやすい、見やすいスピードと喋りとのバランスと考えてます。ゆっくり見てた方がいいのかな。来れない方のためにゆっくり。
ちもいいね。触り禁止です。後で佐藤さんに自白します。この辺はローブダントアネットかな。すごーい、もふ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 。だからこういうワンちゃんがいるじゃん、このもふもふのワンちゃん、トイプードルだ。クレール・ドゥ・リュンヌ、去年この辺クレール・ドゥ・クレール・ドゥ・リュンヌがこの辺置いてあった気がした。あ、すごいモフモフ、モフモフ圧巻だね。ハウスが綺麗。ハウスダズリとして今佐藤さんこうやってくれてるから。ああ本当だ。この辺こ同じようなここからの。佐藤さん本物だ。トークン佐藤さん。ありがとうございます。ありがとうございます。ローブダ・アントワネットのモフモフ感いいね、こうやって見るとすごいね。すごいよね。ちょっと撮ってみよう、モフモフ感。あ、すごい、面白い、こう見ると。
あ、イケメン発見。え？イケメン発見。ペチュニアでしょ。土カラッカラだよ。これが徒長しない上手な苗の作り方。本当だ。肥料一箇所。あ、本当だ。肥料一箇所なんだそこ。ね、全部一緒。あ、ほら土乾いてるじゃん、やっぱり。すごっ。土はやっぱり乾かすから徒長しないで、しまったいい苗ができるっていうのはプロの技だね。こんなだもん。だから表面にさらってお水をあげているパターンね、とか言っちゃってね佐藤さんのハウスで一丁前のこと言ったら怒られちゃうよ。ほら、もう土乾いてる。本当に乾いてるんだよ。なんか聞いたことの名前ばっかりだね。ね、ホワイトフュージョン。これ何？ホワイトフュージョン。これ何品種なんだこれ。何だろう、何のお花なんだろうね。葉っぱが珍しい。ちょっとわかんない。多分わかる人にはわかるか、恥ずかしいから、触れないにしようか。これマーガレットだ。綺麗だね。あ、ペチュニアです。ストロベリーホイップだ。あ、ほんと？ストロベリーホイップは PW さんだ。お、なるほどね。PW さんの苗だ。ペチュニアって、ドラキュラ？え、咲いてるよ。ドラキュラって名前。ペチュニアのドラキュラ。ペチュニア、カリブラコアどっちかな。なんかカリブラコアっぽいやん。ね、見た感じ、うん、これ映しちゃっていいのかな。いいの、わかんない。だって普通ここ見学会は無効なので。無効なんですよ、見学会は。こっちに来てるの僕たちだけだ。僕たちというか私たちだね。俺たち女子は怒られるよ。怒られ、誰に怒られるかもわからないけど。ということで、こうザラーっておまけのコーナー。リキダス。リキダスあるね。へえ、だからリキダス大事なんじゃない？何気に。あ、お、お。PW さんのトレニア、ほら、あ、すごい。こう聞いてみよう、後で。こっちいいんですかってね。インザスカイって。いいんですか、インザスカイ。そうそうそう。怒られるよ。レモンスライス、 PW さんなんだね。こういうのにモリモリだね。すごいね、早いね。早くもモリモリだ。なんて品種？咲いてる咲いてる。ミッドナイトブルー、ゴールデンイエロー、オレンジ、ピンク、いっぱい書いてある。いっぱい書いてあるんだ。いろいろあるね。咲いてるもんね。こんな感じです。終わろうと思います。こっちに来てる人だって誰もいない。僕たち、私たちだけだよ、ほら。こんな広いのに。どこまでいいんですかが崩せるかゲームやる。そうだね。どんな？インザスカ以外初級編。インザスカ、インですかを崩すの？そう。インです、インダスガ、インダスガは。インダスガは。それではパン。にゃんこのコーナー始まるよ。え、にゃんこのコーナー。ほんちゃん、これお父さんのお布団ですが、完全にこれね、完全にお父さんのあのお布団なんですよ。聞いてますかね、ほんちゃん。ほんちゃん、目開けさせる方法があるよ。あ、佐藤さん、
ありがとうございました、佐藤さん、つぶひなさん、けいこさん。ハウス見学会、楽しかったです。本ちゃんも喜んでます。ということで、本日も、いつものようににゃんこのコーナーも入れさせていただきます。本ちゃん。本。寝てるだけじゃん。あ、だから本ちゃんを目覚めさせる方法は、本ちゃん、本ちゃん。へっ。じゃあチュールチュール、ほんちゃんチュール、ご飯、あやあやあや、うん、あ、自分の体勢を作り出すの、こうしてにゃんこはお布団へと帰っていきました。おしまい。本当ににゃ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 。